募金活動を行ったのは大崎市立田尻中学校と沼部小学校、大貫小学校の3校で、今日は児童と生徒の代表が大崎市の職員に支援金を手渡しました。支援金は能登半島地震の被災地で大変な思いをしている同世代の仲間たちの力になろうと、児童会や生徒会が中心となって募金活動を行い集めました。まず同世代の子どもたちが怪我してたりとか栄養不足だとかに使ってほしいです。一刻も早く元の生活のように幸せな日々を送ってもらうために使っていただきたいです。3校合わせた支援金13万2000円余りは、大崎市教育委員会を通じて来月中に石川県輪島市と能登町の義援金口座に振り込まれるということです。